気持ちいい、うん、ちょっとこういうのあるとね、だいぶ和らぎますよね、うん、最初からやれよっさっきは異常ですね、うん、さっきよりはまだ鳥が出てきてる、そうですね、うんうん、さっきもほんととんかしで食べてる激痛がいやでもそうですよね、硬さがマックスだから、そう多分なんか手じゃない何かで打たれてる感じがずっと続いてましたまあね、なんか石で打たれてるみたいなね拷問かもう軽く叩いてもね、まあはっきり当たって痛いって感じになっちゃいますよね。そうですね。ゆとりがないとね、やっぱりそれだけ衝撃が強くなっちゃいますもんね。あれですよ、頻尿問題なんですけど、うん、やっぱりこう止める筋肉っていうか、あ、あの腹筋とかお尻とか、うん、がしっかりこうグッと締まるようになってると、うん、まあ、我慢がしやすいっていうか、うんうん、こうコントロールができるので、うん、その辺を鍛えるって大事みたいですよ。あの分かりやすいのはお尻の割れ目にペンを挟んでがいいらしいです。縦に挟んで、うん、でそれで歩くとか、へえ、やってみよう。そうそうそう、結構難しいですよ。え、そうかな。うん、いやだってこう後ろをギュッと締めとかないと落っこっちゃいますからね。あ、そっか。うん。あ、でも面白そうだから、うん、やってみよう。うん。なんか腹筋はこの間やろうとしたら、はい、ただの一度もできなかった。みたいな。若い頃できたらもうできないなって思って。ああ、で落ちちゃってるんですね、やっぱりね。そう、あの腕を後ろに回してやるタイプのやつが本当にできなくて、やばかったです。そうですね。そしたら座ってる時にこうちょっと足を浮かすだけでもお腹の筋トレできるので、ああ、うん。あ、その方がいいですね。いきなり腹筋より。そう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 。結構腰痛くなったりがあるから、あ、そうそうそうですよね、うんうん、実力ないのにやろうとすると腰痛めますよね。そうそうそう、それとかお腹に手を置いてふーって吐けるだけ吐いて思いっきりお腹へこませるとか、あ、それもお腹は筋トレですね。 あとなんかお腹に力入れて歩くといいみたいな、うんうん、あ、そうですね、いいですね。でもそれやるとまた匂いが、はい、うん、あ、そうなんだ。勝手に膀胱さんがおしっこ出るタイミングだって勘違いして出そうに、うんうん、あ
もう油断できないですね。ちょっとしたことですぐ発動するんですね。そうなんです。いろんなスイッチがあって。すごいですかね。だいぶまあ、まだ硬いけど、はい、これぐらいなら、そうですね。ね、今までの頭みたいな、うん、ぐらいですよね。はい。だいぶ収まりましたね。乗せるぐらいになってるので、うん、あ、痛い痛い痛い。ここ微妙ですね。まだ入りきらないですね。硬い。確かに首の問題だけじゃないですね。もういろいろ連動してるから、はい、うん、これは大変ですね。なんかその、うん、ハンデと戦ってます。そうですね。ちょっとハンデがある状態にはなってますね、もはやね。そうなんですよ、うん、でも多分やれば改善できるので、あ、うん、やっぱこれは運動ですよね。運動っていうか、やっぱり動かす、はい、うん、あの別に大変な運動をする必要はないんですけど、はい、やっぱ多分生活の中でしてる動きが結構限られてきてるっていうか、あ、そうですね、うん、やらないとできなくなってしまうものなので、さっきの腹筋もそうですけど、確かに、うん、だから極力こう自分がどういう動きを普段してないっていうのをちゃんとこう把握して、極力取り入れていくっていうか、うん、そういうことしたりとか、あの、まあ、こう深意識的な深い呼吸とかね、あ、何かとこうそういう足りてないことをやってあげて、やりすぎなものに関しては控えるみたいな、うんうん、バランス取っていくことが大事になると思いますね。あ、なんかヨガとか興味あるんですけど。ああ、いいじゃないですか。でも体硬すぎてどうなんだろう、うん、あ、全然いいんですよ。いいのかな。あの、その無理に合わせようとしなければいいんですよ。それに近い状態、自分ができる範囲でやればいいんですよ。あ、うん、あの、もっと持ってってくださいとかいう先生は悪い人ですね。あ、うん、ここまでですっていうところで、あ、いいんですよっていうふうにしてくれるところであればいいと思います、うん、だからちょっともしかしたら、はい、あの、嫌かもしれないけど、高齢者向けとか初心者向けみたいな、そういう、はい、ちょっとこう、優しいクラスの方に行って、確かに。そうそうそう。いきなり美容系のだと。そう、もう意識高い系のできる人が集まっちゃうところに行くと、あ、そうですよね。恥かわけ。そうそうそう、恥ずかしいから、そうですよね。なんか、結構体硬い人向けとか、ちょっとハードルがすでに、あの、低いところに行くとやりやすいかなと思いますね。ここだいぶ柔らかくなりましたね。あ、そうですね。もう、うん、騒げない。うん、痛くなくなってますよね、これだとね。はい。はい、だいぶ、なんか右の方が硬さが強かったですね、こっちね。はい。でも、まあ、ここもできるようになりましたね。はい。うん。我慢できる。我慢できるぐらい。ここもじゃあ大丈夫。あ、はい。はい、もう騒がない。騒がない。騒ぐか騒がないかが線引きですね。結構眠れるかもですね、これで。ああ、そうです、ね、うん、やっぱり一旦とりあえずこうリフレッシュですかね、寝たりとか大事ですからね、うんうん、リセットをしとかないと新しいこと始めるにしてもちょっとね。そうですね、うん、
ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。 See you.